はい、皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。ということで今回なんですけど、もう皆さん大好評なんだよね、初心者のフリーシリーズ。今回はディスコードチャンネルを使った初心者のフリーやっていきたいと思います。マイクラフトって検索したらいろいろ出てきたんで、その中でちょうどベッドウォーズがやっていたものがあるので、それに参加してね、今回はちょっとね、楽しんでいこうかなって思ってます。編集者がちょっと違うんで、あのクオリティ出せるかわからないんですけど、楽しく見てくれたらと思います。ということでレッツGo! こんばんは。あ、こんばんは。あ、入ってますか？入ります。壊れそう。あ、こんにちはーす。こんにちはーす。めっちゃ元気な人だ。いや、もうちょっと初心者なんですけど、いいっすか？ちょっと。全然いいですね。いや、もう本当は、ちょっとマイクラ始めて、やや、1ヶ月。あ、マジで1ヶ月？はい、1ヶ月ぐらいなんですけど、普段サバイバルしかやらないんですけど。全然大丈夫です。いいですか？タメ口でいいと思う。俺はタメ口でいいと思う。いや、僕15なんで。うん。あのね、俺もね、似たやつ。俺高校生なんで。ああ。そう。俺も。はい。大学生かな。いや、もうぜひ、ぜひ先輩と言わせていただきたい。やっぱちょっと PVP うまそうなんで、ちょっと。やっぱこういうの、この世界 PVP でうまさ変わると思うんで、やっぱり PVP。でも、ね、俺も最近サバイバルしとるけん、一緒にやりたいな、なんか、ハマチかなんか使って。そうやね。これハイピクセルとかで遊んだことあるん？ないですね、あんまり。だからあんまりちょっとよくわかんない。これどうしたらいいのか、なんかよくわかんない。このな変なロビーにいるんですけど、どうしたらいいですか？どうする？これでさ、ドッキリで実はめちゃくちゃ強いでしたみたいな。あ、もう戦績なんかもう 80% ですね。勝率 80%。 もうそれはやばすぎません？マイクラのさ、名前書いて。あー、わかりました。あ、このあの ID 通りですね。はい、ライン X です。はい、いい名前やな。なんて呼べばいい？いや、もうちょうどなんか iPhone XS が出たんで、もう適当に iPhone XS 取られてそうなんで、じゃあ LINE でいいやっつって LINE XS みたいな。じゃあ iPhone 君でいい。 iPhone 君でいいっすよ。じゃあ、もう iPhone 君で、なんでもいいっすよ。 iPhone 君で、 iPhone 君から。 iPhone 君で、はい、 iPhone 君で。でも iPhone 信者みたいな。持ってます？ iPhone XS バリバリ持ってない。俺ファーウェイ信者なんやって。いやファーウェイ、実はファーウェイ30ライト欲しいなーなんて。おー、あれね、すごいよ。神ってるよ、マジで。持ってます？持ってます？うん、持ってる。コスパ最高。いや、待って、めちゃくちゃあれ 10S にそっくりっすよね。ディスコードやるのもちょっと1週間ぐらいしかやってないんで、ちょっと。あ、なるほど。さあ、頑張るぞー。これね、試合前に挨拶するんが礼儀ね。あー、なるほど。はい、わかりました。はい、グッドラック、グッドラックで。はいはい、グッドラック、イエス。グッドラック、ジュエル、ジェル、ジェル、完全に紳士。おーいっす、不気味なやつが。よし、行きましょう。これどうしたらいいですか？あ、これ。あ、え、やった。あ、すいません、これどうやって落とせばいいですか、これ。あ、サバイバルでしょ。あ、9でいいですか？あ、わかりました。あ、わかりました。じゃあサバイバルの基本生かしていくぜ。よしよし。俺らのペットがあるん、ここに。はい、高等テクニックを見せてあげよう。え、これぶっ壊せばいいですか？よいしょ、おらーおらーおらー、壊れねー、なんだこれは、壊れねー、なんだこれは。これ壊れると俺らの負けです。あ、マジですか？負けなんすか？やべえ、ジュエル何やってんだこれ、やばい。30と、はい。これ、あのブロックとか、はい、剣とか、なんか40アイテム。あー、なんかありますね、はい。そうそう、これでブロックじゃ交換できる。あ、できました、ありがとうございます。OK です。あの右端にあのダイヤモンドが浮いてる。あー、ありますね、はいはい。カメさんの死んだ。あれに繋げて拾ってってほしいと思う、もし余裕があったら。あらーおりゃー、あー、落ちた。大丈夫だ。もうクリーパー怖すぎてやめました。やめました。夜中に沿ったらクリーパーが怖すぎるんやって、あれ。え、これどうやっていけばいいですか、これ。よいしょ、持ってる。はい、待って、どうしたですか、これ。絶対落ちます。これを叩くと。あ、シフトキー。あ、シフトキー、あ、わかりました、はい。で、これ押せばいいですか、ミークリ。本当に初心者か、あの人。よいしょ。こうっすか。あー、マジか、殺されたか。え、これ、あ、倒した、よし、やった、1キル取った、やった。おぉ、ナイス。あ、こっから逆転してきた。ちょっと待って、味方が、なんか2って書いてないけど、頑張れ。正面2人。やるねー、やるね。あ、なんか撃てた、敵と。え、なにこれ、撃てんのこれ。本当に初心者か。何これ、なんか撃てたんだけど急に。で、もう行って、で、あっ、危ねえ。おお、ナイス。わあ、鬼が来てる。ああ、足んなかった、落ちる。ああ、やい、ああ、やられた。何事にも努力することが大切だと思う。俺はどうしたん、ハンシェッターっていうね、はい、こうやってね、これ、ほら、はい、おお、早い。これできるようになると、ああっていう感じで
ミズリン。落ちるためのものなんですかこれ。すいません、落ちるための。落ちる。今の早く置くためのもの。気持ちいい。あ、青来てますよ。青来てますよ。先輩青来てますよ。はい、やっていく。あ、僕負ける。あ、負ける僕。やだ。エンゴ行く。やばい、負けた。エンゴ行った。あ、殺してるよ。強っ。なんか勝った。あれやってんね。絶対不審者じゃないぞ。じっくりはぁじっくりはぁ二人殺してる。あーブロック積んでくれ。上から行きたい。あーどっか行ってない。オッケーオッケー。ごめん、なんかベッド、なんかベッド壊したんですけど、なんでこれ。とりあえず2人殺したね。あ、わかりました。すべての行動に感謝。あ、落ちてた、あいつ。おお、おめでとうございます。ジージー。ジージーってなんすか。ゲームゲーム。あーゴミゲーム、ゴミゲーム。あ、ゴミゲームっすか。あ、すいません。じゃあゴミ、まあまあ、いい試合だったから、どうしたらいい。いい試合どうしたらいいですか。いい試合は、いい試合は BG やねん。あ、BG、わかりました。いい試合じゃ BG、 ありがとう BG。 ちなみに何の略かというと、はい、ベストゲームの略。あ、わかりました。ザ・ベストゲームの略。あ、じゃあ今度から言いますね。今度からじゃあ終わった時にじゃあ言いますね。 BG で、はい、BG で。じゃあ僕行きますね、真ん中。 OKOK、 やってんね、頑張れ。いやー、もうほんと、夢はなんで、ほんとにもうサバイバル、ほんとに1週間、やばいっす。なるほど。バリバリエラー取りました。サバイバル歴はでもいい。ほんまかな、ほんまかな。ほっほっ、1ヶ月だったり2ヶ月だったり1週間になったりするんだけど、伸縮時代みたいな。ほんで、なんでしょう、なんて言えばいいですかね。そのマイクラ確かにそうなんですけど、そのちゃんとやった期間は1週間みたいな感じなんですよ。なるほど。やばい、グリーン来てる、正面。あ、落とせんかった。帰れ。グリーンね、殺すわ、後ろから。ごめん、狙われすぎ、狙われすぎ。まずいな、でもあのグリーン引くかもな。ワンタン、エメラルド倒しました、緑。レッド、オッケー、ナイス。あー、先輩。あー、危ねー。信じてよかったね。オッケー。オーラ、壊された。そう、あのグリーン正面2人来てるんで。あー先輩、あー死んだ。うっそだろ、マジで。もあ、じゃあ僕もあげますね、バリバリ。ちょっと初心者のふりして頑張ってみたみたいな感じで頑張りますね。言ってしまってるやん。まあ、確かにね、初心者がスティーブスキンってなかなかあるかなって思う。初心者ほどスキン買いがちやけんね、案外。そうだ、あの僕一応19だったんです。ロールバックだから、ロー、やべ、ちょっと、いや、ローって言った瞬間、やべ、なんか戻ったんですけど、見て。ちょっと心境複雑すぎて、どうしようかなと思って。ずっとどうしようかなと思って。ちょっと俺もちょっとやばかったって、やばい、言っちゃう、やべえと思って。守れ。なんかなんか戻る。なにこれ、iPhone さんって普段からそのテンションなんですか。あ、もうこのテンションで普段。イエス。マジか、すごっ。まあ、撮る人500人ぐらいしかいないんですけどね。しょぼいっす。あ、本当に動画やってんだ。あー、もうあの本当に500人ぐらいしかいない、あの底辺な時期なんで。すごい。はい、頑張ります、これからも。7300人いるやんけ。そうね、ありがとうございました。あ、OK です、ごめんなさいね、邪魔しちゃって。あ、いや、いいんすよ、あの、いってらっしゃい。いや、動画的に助かったんで。いや、フローチャー予想なんですけど。いやー、ちょっと動画的にありがとうございます、本当に。ちょ、またやりましょう。でもね、なんか普通にちょっと喋りがこの3人うまかったんで、普通に良かったなって。ツッコミとボケがうまかったから、ちょっとまた撮影してーなーって。今度はなんか違う動画で。全然いいんだけど、ちょっと一つだけお願いして、あの、ちょっといい？はいっすよ。あの、僕なんか割とついていけなかったから、空気悪くしてたらごめん、ほんと。いや、いいっすよ、いい、よく、いい使われたな。なんか何ですか、ちゃんといいとこ突っ込んだなと思ったんですよ。そのツッコミに対してまたさらに突っ込むみたいな。